にちは、ゆうたです。今回はですね、記憶的ルームでございます。記憶的ルームとは、トレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は東丸さんです。よろしくお願いします。東丸さんについてご紹介お願いします。はい、現在芸能事務所でマネージャーをしてます、東丸です。社会人5年目で、今年27の年です。よろしくお願いします。はい、お願いします。こちらのお部屋は、1LDK のメゾネットですかね。はい、そうです。はい、一応1階が6畳で、今ここの地下1階が、10畳の部屋になります。なるほどね。まあ、いろいろこだわりの、まあ、ものがあると思うので、はい、紹介をしていただきたいなと思います。はい、お願いします。はい、まず最初、こちらリビングにありますロードバイクについてお話をお伺いできればと思います。はい、こちらはライダーズカフェっていう原宿のキャットストリートにある、まあ、自転車屋さんで購入しました。はいはい。で、まあ、あの会社の先輩になんか一緒に自転車買わないって言われて、一緒に買ったんですけど、もう今本当に全然乗らなくなって、もうほぼほぼ埃もかぶっちゃってインテリアになってます。インテリアになっちゃった、はい。ちなみにご予算はおいくらぐらいで？一応5万円前後とかでした。すごい、はい、あれですね、まあ、相場というか5万円でカスタムできるって結構安いですよね。そうなんですよね。しかもちゃんとなんか色とか、なんか素材とかも決めれて、なんか自分だけの自転車を作れたりしたんで、はいはいはい、まあ、かっこよくも作れますし、なんか自分好みの感じもできるかなという感じで良かったです。なるほど、ありがとうございます。はい、続いてこちらはベッド周り、だと思うんですけど、はい、まあ、雑誌結構お好きですか？そうですね、結構です、ね。はいはいはい。ちなみに雑誌は、何か お好きな雑誌とか、まあ、毎月購読しているような雑誌はあったりしますか？はい、そうですね、結構そのファッション誌とか、はいはいはい、カルチャー誌が、はい、まあ、多いんですけど、その中でやっぱり WWD とかは、はい、まあ、はい、雑誌ではないんですけど、こういったのって結構なんか最先端のをすぐ取り上げて、情報として出してくれるので、で、まあ、あと結構お手軽なお値段でもあるので、こういうのはすぐ買ったりしますね。あとは女性誌とかも結構買ったりするんですけど、はい、っていうのはなんかやっぱ男性ファッションも全然いいんですけど、女性ファッションって男性に比べたら結構色鮮やかなアイテムとかが多くて、なんか男性では勉強できないことも結構多かったりするので、はいはい、女性誌読んでそういったのを勉強したりすることも多いです。はい、こちら手前側結構いろんな出版社の雑誌がかかってると思うんですけど、はいはい、これ結構お気に入りで読まれたりするものがここにかかってるんですね。そうですね、まあ、なんかそのレコードじゃないですけど、はい、そのジャケ写買いみたいな感じ、はい、見た感じで、その表紙買いじゃないですけど、なんか表紙でかっこよかったり、そのなんかタイトルが決まってたりしたら買っちゃうものもあったりしますね。で、なんかまあここに関しては、まあ、そんな感じが多いですかね。はいはいはい、なるほど、ありがとうございます。はい、こちら続いて階段の奥ですかね。はい、作業スペースがあると思いますので、はい、そちらを紹介していただければと思います。わ、はい、かりました。はい、こちらが作業スペースになってるんですけど、秘密基地感がすごいです ね。まあ、なんか一応ここで本当仕事したりだとか、仕事終わったらここでゲームしたりだとかするような感じのスペースです。はいはい、ちなみに、はい、まあ、ゲーム、まあ、お好きだと思うんですけど、はい、まあ、なんか最近自分の中で流行ってるゲームというか、なんかそういうものはあったりしますか？はい、僕は Apex Legends に今大ハマりしていて、はいはいはい、で、今このコロナ禍で、去年の5月ぐらいに PS4 を友達に紹介されて買って、はい、でそこからもうほぼほぼ毎日やってますね。毎日やってる、はい、ほぼ1年間ぐらいはすげえな、はい、やってます。そうなんだ、はい、なるほどね、ありがとうございます。ちなみに、はい、まあ、後ろに、はい、ネオンライト、あ、はい、これはあると思うんですけど、はい、これはなんかどういったあれですか？そうですね、その引っ越したんですけど、ここに、はいはいはい、その際に、まあ、そのさっきゆうたさんがおっしゃってたその秘密基地みたいなものを僕もイメージしてこの部屋を作ったんですけど、はい、で、このネオン管、ちょっとこんな感じで、おー、すごい。一応こっちに行ったら、おお、すごいですね。はい、なんか
僕もともとそのラッパーとか好きだったり、まあ、ゲームしてる空間だとかそのサイバーパンクのジャンルが好き で、はい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 、でこういったのに憧れて部屋に取り付けたって感じですね。めちゃめちゃこれどんぐらい予算ってかかったんですか？日本館は正直結構しますね。あ、結構するんだ。これも 4,5 万しました。あ、そんなするんですね。それこそメルカリでネオン管って調べたら、はい、その自由に作ってくれる人がいて、で、まあ、オーダーして。オーダーなんですね。はい、そうです。ちなみに今、はい、そちらまあ英語でなんて書いてあるんですか？これ、我が家が一番って書いてあるめちゃくちゃコミカルな実はメッセージだったっていう、はい、僕の家が一番かなっていうのを。あ、なるほどね、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます、はい。こちら3枚、はい、ポスターっていうか、まあ、はい、グラフィックのポスターが貼ってあると思うんですけど、はい、こちらなんかお気に入りのアーティストとかの方のポスターですか？そうですね、もうなんか自分のバイブルというか、はい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 、なんか、自分のリスペクトする方々ですね、はいはい、なるほどね。じゃあちょっと左から見ていきたいと思うんですけど、はい、まず一番大きいこちらのブルーのポスター、ダウンタウンさんのポスターですかね。そうですね、一番最初にこれを飾ったんですけど、まあ、まずもともとやっぱりダウンタウンさん大好き で、はいはい、でまあ、やっぱりこの業界入った時も一度はお目にしたい方々たちだったんですけど、うん、まあ、やっぱりこの方々のお笑いが大好きで、うん、まあ、こういう風に飾らせていただいてます、うん、はい。これ結構古いポスターですよね。そうなんですよね、もう80年とか、はい、そのぐらいの年なんですけど、なんかもうこれもネットで買って。あ、そうなんだ、はい。これ結構このサイズだと値段とか結構高かったんですか？これはそうですね、10万くらいしましたかね。あ、そんなするんだ、はい。へえ、すごい。でもなんかこの辺のインパクトというかね。そうですね、象徴するような。そうですね、上から降りてくる時にも見えて、友達から結構笑ってもらったりとか。そうですよね、はい。でもまあなんかそれこそ昔のダウンタウンさんって感じなんで、よりちょっといい感じに、うんうんうん、確かにな感じでいいかな。うんうん、はい、なるほどね、ありがとうございます、はい。そしたらじゃあお隣にあります、はい、ザ・ブルーハーツとまあ書いてあると思うんですけど、はい、そうですね、こちらは、まあ、はい、ブルーハーツさんも、自分の中でそのロックあんまり聞かないんですけど、はいはいはい、でもブルーハーツさんはやっぱり特別なんか聞いて、でやっぱりその河本宏さんとか、はい、マーシーさんの書く歌詞リリックが大好きで、でめちゃくちゃ影響を受けてるって感じですね。なるほどね、はい。こちらも結構古いポスターですよね。これがなんか最近そのベストアルバム的なの出して、はいはいはい、でそれについてた付属のポスターだったんですよね。あ、そうだった、ね、はい。じゃあ結構最近のものなんですよね。はいはいはい、なるほど。したらじゃあそのお隣にまたある、はい、まあ、女性の方の、はい、ポスターだと思うんですけど、はい、これは宇多田ヒカルさんの。あ、宇多田ヒカルさんなんだ、はい、ポスターですね。でちょうどこのファーストラブのジャケシャン時のポスターで。ファーストラブ、はい。でなんかやっぱり日本の R&B といったら宇多田ヒカルさんっていうのもあって、うんうんうん、まあブラックミュージックが好きで、はいはいはい、まあ、そういった R&B とか、ヒップホップとかそういったジャンルが好きで、うんうんうん、まあその中でもやっぱり日本だったら宇多田ヒカルさん有名なので、まあ正直この並び見ても結構ミーハーなところはあるんですけど、うん、まあ、やっぱり自分の中ではもうリスペクトする方々なので、この3枚飾ってるって感じですかね、うんうん、なるほどね、はい、ありがとうございます、はい、はい。続いてこちら、まあ、いろいろスニーカーが置いてあるスペースにやってきました、はい、スニーカーはお好きですか？めちゃくちゃ好きです、ね、はいはいはい、まあ、たくさん、まあ、あると思うんですけど、はい、この中でまあ、お気に入りのスニーカーをちょっと何点か紹介していただければなと思います。わかりました。そうですね、まずこの AJ1 のノースカロライナっていう、まあ、種類なんですけど、これが多分スニーカー買い始めた一発目の靴になります。その友達がこの色を持ってて、でめちゃくちゃかっこいいなと思って、それで、まあ、ネットで買いました、はい、なんで、まあ、これが一番最初って感じですね。最初に買ったスニーカー、はい、まだ結構じゃあ状態でもすごい綺麗に履かれてますよね、まあ、まあなんかその休みの日とかに磨いたりして。あ、そうなんだ、はい、ちゃんと綺麗に保とうと思ってます、はい、すごい、なるほどね、はい、
で他だと、まあ、最近はあんまり履いてないんですけど、うん、このアディダスのイージーブーストは正直昔って本当に手に入らなくてネットで抽選しても、はい、なんですけど、まあ、最近は結構、まあ、抽選しなくても手に入ったりする中で、まあ、ちょっとまだその抽選で手に入るの難しかった時に友達が当ててくれて、ああそうなんだ、で全然お前だったら譲るよっていうことで定価で譲ってもらえて、はいはいはい、まあ一足これ譲ってもらったんで結構これも思い出深い一足ですね。ちなみにおいくらぐらいで購入したの？これはあの普通のスニーカーに比べてちょっと手が高いんですよ。3万円くらいですよね。はい、だったんですけど、まあ、全然いいよっていうことで譲ってもらいました。はい、なるほどね、はいはい、ありがとうございます。これですか、シプリームと、はい、まあ、ナイキエアフォースワンコラボなんですけど、まあ、これはもともと違うスニーカーを並びに行って、でそれの並びが終わった後に、まあ、今日シプリームのこのスニーカー発売日だっていうことで、うん、まあ、なんか朝一から並ばずに、まあ、その日の昼くらいにこれ並んだんですよね。まあ、買えたらいいなくらいで並んだら、まさかの、まあ、普通に並んで買えちゃったみたいな、もう本当ラッキーな時だったんで、これもなんか思い出深いというか本当に運良かったなっていう、うんうんうん、それで買えた一足ですね。これも結構コラボエアフォース、はい、シプリームだと結構高かったです、はい、これまあ定価だったらでも1万1000とか、はい、そんなに高くはないですけど、はい、でもまあなんか思い出深い感じですかね、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、結構スニーカー全体的に、はい、やっぱナイキが多めですか？そうですね、まあ、ナイキ以外もちょこちょこはあるんですけど、はいはい、なんかやっぱりスニーカー好きだとナイキを買っちゃう癖があるというか、うんうん、ナイキに目がいっちゃうって感じですかね、はいはい、でもなんかやっぱり最近やっぱりファッションにも流行りとかがあって、うん、その自分の中でもスニーカーは好きですけど、うん、最近ちょっと革靴とか、うん、そういったのも見たりしてますか、うんうんうん、はい、なるほどね、ありがとうございます、はい、続いてこちら、洋服ラック、まあ、たくさん本当に洋服があると思うんですけど、はい、やっぱ洋服もお好きですか？本当にもうずっと中学生ぐらいから物心ついた時からもう自分で買いに行ってっていう感じだったので、うん、洋服は自分の人生からは切り離せない感じですね、うん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 、はい、お気に入りの洋服を何点かちょっと紹介していただきたいなと思います。はい、はい、ちょっと今夏なんですけど結構思い出深いものが、はいはいはい、このアウター系とか、うんうんうん、このダブルのライダースなんですけど、これコモデギャルソンのオムプリスって言って、2014か15とかの AW なんですけど、うんうんうん、当時ライダース1着持ってなくて、はいはい、そのでこれも12、3万したんですかね、学生の時だったんで正直お金もなかったんですけど、あの親に頭下げて、絶対返すからちょっとお金貸してほしいその時買いました。でちゃんと親にも返済して、まあ、あの冬は来たりしてますかね、はいはい、じゃあ結構もう長年愛用してるライダースですかね、はい、結構思い出深いライダースですね、うんうんうん、はい、であとはこの辺とかですかね、シプリームのスーツセットアップ、これめちゃくちゃかっこいい、はい、まあ、これも渋谷店に並びに行ったんですね、はい、早朝に始発で、でほぼほぼ先着順だったんですけど、で自分からその買いに行った際に前から6番目とかぐらいだったんですけど、なんかどん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 中に入っていくつれに、そのこれを見る人がどんどん多くなってきて、はいはい、あ、やばいやばいやばい、怖い怖い怖いと思いながらでもこれ買えたんですけど、はい、裏にこの S サイズありますかってもなくて、本当にディスプレイにある1点のみだったんですね。でこれが M サイズ で結局買ったんですけど、そのめちゃくちゃ爪に詰めて小さくして、結構そのリペア代もお金かかっちゃってみたいな、うん、でもこれも正直あんまり外で着ていくようなものではないんですけど、なんか大事な時に着て、なんかみんなに見られたいなみたいな、うんうんうん、いっちゃいですね。なるほど、はい、これも結構高かったです。これも定価で多分9万くらいしたんじゃないですかね、はい、正直まだ多分 2,3 回来たか来てないか、それぐらいですかね、はい、なるほどね、すごい、でも可愛いですね、マジで、そうです、ピンクの
あんまセットアップって、はい、これなんかスニーカーとか合わせて歩きたいなみたいな、可愛い、はい、なるほどね、ありがとうございます、はい、T シャツ系とかだったら、はい、まあ、いっぱい多分100着くらいあるんですけど、結構 T シャツも多いっすね。そうですね、まあ、中でも今この着てるのが酒井の本当にほぼほぼ白 T、 無地 T に近いんですけど、はい、これが前にいた部署の時に誕生日会でもらった T シャツ で、はい、でこれはもう本当に結構大切に着させていただいてますね、うんうんうん、あとは結構無地とかも多いんですけど、なんかプリント T が好きで、結構前にバンとか後ろにバンとか、うん、なんかワンポイントとか無地よりもそういうのが好きで多かったりしてますかね、うんうんうん、わかんないですけど、まあ、例えばだったらこんなんとか、まあ、これは正直稲川淳さんっていう、まあ、イラストレーターの方と、はい、まあ、あのビッシュアイドルの、はいはいはい、アイナ・ジ・エンドさんの、まあ、イラストを描いた感じですね。まあ、これも可愛かったのと、まあ、普通に僕がアイナ・ジ・エンドさん好きで買ったって感じですかね、うんうん、はい、結構プリント T シャツもお好きで何枚も。そうですね、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、続いて、こちらキャップは、はい、まあ、いろいろちょっとこだわりがあるということで、はい、少しお話をまたお伺いしたいと思います、はい、一応、まあ、普通のニューエラのキャップだったんですけど、はいはい、まあ、やっぱり今ニューエラ被ってる人めちゃくちゃ多いじゃないですか。多いですね。で、なんか人と被るのが嫌なので、まあ、はい、自分で考えた刺繍だとか、まあ、その刺繍屋さん持ってってそのデザインを彫ってもらったって感じですね。なんかもうやっぱり自分の世界に一つだけのにしたかったんで、うんうん、はい、すごいですね。刺繍ちなみにそれは何個刺繍、はい、これ3つですね、まあ、3つオリジナル で、はい、そうですね、この2つがその原宿にあるポートレーションっていうなんかヴィンテージ T シャツが売ってるようなところがポップアップでやっていたんですけど、はいはいはい、まあ、1個本当に1000円1500円ぐらいでやってもらって、うんうんうん、でこれは自分でそのパワポでデザインして、パワポでやったんですか。パワポでデザインして、で刺繍屋さん持って行って、そしたらやってくれました、はい、パワポでデザインはすごい。これはちょっと高かった、1万通過しないから。あ、そうなんだ、はい、でしたね、なるほどね、はい、これはよく被ってます。はい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 、ありがとうございます。ヤンキースのキャップの方も同じく刺繍のこっちはないんですよね。こっちは普通の、はい、なんかこっちも入れたいなとは思いつつ、ちょっと様子見ですね。はいはいはい、はい、なるほど、まあ、俺そこにかけてるのよくお気に入りというか、そうかぶってるキャップとかね、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、はい、ということで、まあ、今日着ていけるルームとあまねさんのルームツアーさせていただきました、はい、まあ、今回のねこの部屋作りにあたって、まあ、コンセプトだったり、はい、そういったものがあったら最後にちょっとお話をお伺いできればと思います。わかりました。まあ、1階は見ての通りだったんですけど、うん、まあ、服とかスニーカーが多くて、うん、自分の中では衣装部屋みたいな感じのコンセプトをやってたんですけど、はいはいはい、まあ、もう一回り大きければちょっとセレクトショップみたいなのを自分では思い浮かべていて、なんかバカみたいですけど、そのレジカウンターを置いてるとか、うん、なんかそういったのをしてでセレクトショップにしたかったんですけど、な今の現状があんな感じなので、まあ、衣装部屋みたいな感じで1階はやらさせてもらってます、うんうんうん。で、まあ、地下1階に関してはやっぱり秘密基地みたいなのが自分の中でもコンセプトだったので、うん、まあ、そこに自分の好きなネオン管とか LED とかポスター貼って、うん、自分の世界観もなんか出せていけたこの秘密基地みたいな感じになってますかね、うん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 、なるほどね、はい、まあ、でもこれメゾネットっていうこの間取りもちょっと活かしたレイアウトというか、まあ、はい、あれですよね、なんか秘密基地感は、はい、まあ、なんかこの置いてくる感じがやっぱりちょっとワクワクするような、うん、ワクワクさせますよね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、最後に、とあまねさんの方から何か告知だったり宣伝があったらぜひお願いします、はい、まだ SNS 始めて、間もないので、フォロワー数も少ないので、うん、もしよかったら皆さんフォローしていただけると助かります、はい、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしていただければと思います、はい、という感じで今回の記憶的ルームルームツアー編はこれで終わりたいと思います、次の動画ではとあまねさんのライフスタイルについてお伺いしていきたいと思いますので、そちらも引き続きよろしくお願いします、はい、という感じでこの動画は一旦これで終わりたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さよなら。